こんばんは、阿部久代です。今週もひーすま始まりましたが、9月秋といえば私やっぱり食欲の秋なんですけれども食べるの大好きなのでね、秋といえば栗ご飯を今年は食べたいなっていう風に思ってて、去年ね、確かなんかキノコの炊き込みご飯みたいなとかはやったんですよ。でも栗ご飯はねやってないので、今年やりたいなっていう風に思ってて、どうやって作るか分かんないけど調べてね作りたいなっていう風に思います。で、最近自炊をね、まあたまにしてるんですけど、ハマってるのがあって、ちょっと秋とは関係ないけど、ペッパーランチあるじゃないですか。ペッパーランチ風チャーハンみたいな、ご飯みたいなのをハマってて、コーンと、まあ豚肉とか牛肉、まあどっちか入れて、ネギ入れて、焼肉のタレかけて、ブラックペッパー振ってみたいな、バター入れてとか、そう、めっちゃ美味しいんですよ。そう、それがね、楽だし美味しいっていうので結構ハマって何回か作りましたね最近。はい、というわけで食欲の秋、皆さん楽しんでいきましょうということで今週も行ってみましょう。阿部久代 with a smile。ということで今回も始まりましたが、最近のね、私の、ドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワールドの近況をちょっとね話したいなというふうに思うんですけど、今ですね、チャンピオンシップっていう、まあ、その大会ウェーブ2があるんですけど、その、エリア予選に出るための店舗予選が今開催されてるんですよ。で、そこにちょっと何回か数回参加してるんですけど、その店舗予選でこう1位を取って優勝した人がエリア予選に出れる権利を獲得できるんですね。で、先日参加してきて2店舗はしごしたんですよ。1位は取れなかったんですけど、2位と3位でめっちゃ惜しかったんですよ。だからその2位の時は決勝まで行って、こう私かあなたかっていうね勝負になったわけですけど、まあ負けちゃいまして、いや本当にショックで、もうそこでね決められてたら心に余裕を持って生活できてたはずなのにそう、本当にそう、エリア予選にどうしても出たいのでね、そのエリア予選の後にさ、こうなんていう の、 その日本大会とさ世界大会とさあるんですよ、続いていくんですけど、確かね日本大会がねフリップのツアーがちょっと被ってまして、なのでまあそこには出られないんですけど、いやもしかしたらフリップのライブ出てないかもしれないね私嘘です、それは嘘だよ、それは冗談だけど冗談だけど、まあエリア予選にね出たいなっていうことで、店舗予選今なんとか頑張って挑んでる最中でございます。この放送がさ9月9かなに出てる時にはもう権利獲得してたいですね。頑張ります。はい来たな今週も、スマイヒーでございます、こんばんはいちゃんね、うん、僕もね最近ねカードゲーム初めて見た日よ。えそうなの。そうそうそう、どんなカードかっていうとね、うん、ヒージョンワールドっていうカードなんだけどヒージョンワールド、なんだそれ知らないな、あら何これ何これ、スマイヒーのカードが阿部久代ウィザースマイルって書いてるわ何これ本当だ、コスト100でさ、コンバチ、コンバチはなんかわかんないな、なんだこれ、でも88,888ってパワー強っ。このカード手に入れるの大変だったんだよ。大変だったんだ。すごいね、ヒージョンワールド流行ってるのかな。もうね、うん、すごい頭使う日よこのゲーム。そうなんだね気になるけど、はい。まあそんな感じでね、今日はカードゲームみたいにちょっと頭を使う知的な企画をお送りしたいと思います。はい、知的ね。
その名も、はい、トリヒーアナイズみたいなことで、今からいろんなためになる雑学が出てくるから、はい、あのへーって思ったら、うん、僕がヒーボタンになるから、ボタンになる、はい、押していい？おお、押したらヒーって言うんだね。そうで、何ヒーだったか、うん、測定するヒー。おお、なるほど、なるのかな、いくよ、ヒーなった、なんか情けない感じのなんかヒーが聞こえたけど、はいはいはい、そうそう、あと知的な企画だからね、うん、いろんなメガネっぽいもの持ってきたヒーよ。メガネ、そう、ぜひね、いろんなメガネ試してみながらやってみてヒー。はい、わかりました。メガネをかけて雑学を聞いてへーって思ったら押してヒーと、はいじゃあ、いろいろね、今日は学ぶ会ということで、早速じゃあ一つ目の雑学をお願いします。では一つ目の雑学に行く前に、一つメガネをかけてみたいと思います。一つ目のメガネはどんなかな、いきます。じゃーん、どうですか、似合う？私メガネはね、あんま似合わないんだけど、まあなんか結構スタンダードな感じですね。はい、じゃあここから学んでいきましょう。一つ目の雑学をお願いします。最初の雑学はこちら、はい、どんなに頑張っても肘を顎につけることはできない。あれ無理だ、つかない。これはね、これはね、肩の骨とね、骨の間に靭帯というものがあってね、うん、でこの骨と骨をつなぐこの伸び縮みする靭帯が伸びきった状態だと、もうそれ以上関節は曲がらない、はいはい、だから、そう、それ以上はどう頑張ってもこう靭帯伸びきっちゃってるから、肘と顎はくっつかないそうです。あ、そうなんだめっちゃ頑張っても無理だね、つかないわなんだこのシュールな企画は、おもろ。へえ、あ、でも知らなかった、確かにつかないもんね。なんかそういうの他にもありそうですね、体のなんかね。へえ、じゃあ学びました、一個じゃあ一つね、合計、今の合計何ヒーでしたか。今の雑学は27ヒーでした。結構押しちゃったな、結構押しちゃった。でもまあまあまあ、ちょっと勢いで押しちゃったとこもあったけど、わかりました、この企画を掴んできましたトリヒーアの泉。じゃあ2個目の雑学いきましょうか。じゃあメガネも変えたいと思います。さあ、どんなメガネか、こちらです。おわいかっちー、イエーって感じですけどなんかウェイウェイな感じですが、じゃあ続いての雑学聞いていきますか。どんな雑学でしょうか、お願いします。日本のセブンイレブンで、うん、一番最初に売れた商品は、はいはい、サングラスだった。え？そうなの？セブンイレブンでサングラス売ってる？そもそも。これがね、うん、1974年に国内第1号店、セブンイレブン豊洲店がオープンしたんだけど、へー、この時に一番最初に売れたのが。読まなきゃだしね、ひ言わなきゃだし大変だよ。はい、続いて、続きは、はい、この時に一番最初に売れたのが、うん、サングラスだった日。でもそれはめっちゃ意外だわ、これみんな知らなかったんじゃない、うん、サングラス、だって今コンビニにサングラスって売ってるのかな。売っててもなんか一種類ぐらいだよね、きっと。サングラスのイメージはないですけど、
へー、はい、ということでセブンイレブンで初めて売れたのはサングラスだったという雑学でした。これは初耳でしたね。じゃあ何回今押したんでしょうか。何ヒーでしたか。21ヒーでした。さっきのには届かず、だいぶね押したけど21。でもだいたい20回ぐらいで押してますね。でも学べました。何かに生かせるとは思いませんが、はい学べましたよ、一つね。じゃあ続いていきますか。じゃんあれ俺逆もしかして合ってる。なんか便蔵さん思い出すんだけどやばい、何これ。なんか視界もねすごいんですよこれ、面白い。自分がどんな顔してるのかも分かりませんはい、ということで瓶底メガネをつけましたが、じゃあ雑学3つ目お願いします。雑学、未来からやってきたロボット、うん、ドラえもん本体のお値段は、うん、20万円え？それどっかで売ってるの高い、20万円高いのかな。でも安いのかな。そう、ちなみにね、こう参考資料というか比較としてね、うん、妹のドラミちゃん、おお、100万円え高い。え、待って、20万円でしょドラえもんが。でドラミちゃんが100万円そう、どこでもドア、うん、こちら64万円となっております。ええ、だってドラえもんをゲットできたらどこでもドア出てくるわけでしょ。そう、秘密道具よりも低価格だし。ちょっとさ、ドラえもん不憫すぎないかなそれそうなんだへえ、それは初耳。全部なんでドラミちゃんの方が高いんですかね。まあ、かわいいから多分だけど、ドラえもんちょっと不良品だからですよね。え、なんで。耳かじられちゃった日も。え、何、耳かじられたって。あれ知らない、やばい、それ、なになにだってドラえもん猫型ロボットだ日よ。あ、だけど丸いもんね。あ、そっか。でもさ、優秀だよドラえもんは。私が買う、20万円でへえ、あ、そうなんですね。で、どこでもドアが64万円。いやー、ドラえもんが欲しいね。だったら、だってどこでもドアだけじゃなくてさ、いっぱいあるもんね。ポケットから出てくるから欲しいですね。ぜひ気になった方はこちらからドラえもんご購入くださいはい、じゃあ今の雑学結構したぞ。何ヒーだったでしょうか。お、今の雑学は45ヒーでした。すごい倍ぐらい押してますね。ちょっと思いがけないところでもヒーがありましたしへえ、面白い。意外とね、知らないこういう雑学というかね、豆知識というかいっぱいありそうですね。やっぱりまだまだですね人生。はい、ということで人生というわけでラストですかね。じゃあラストのメガネもつけていきたいと思いますはい、ということで鼻つきメガネをかけてみました皆さん切り抜いてください切り抜いてくださいということで、ラストのね雑学お願いします。雑学いきますよ。おう、言ってくださいね。オーストリアにはビールの中で泳げるビールプールがある。何それ、何それ、何それ、え楽しそうだね、それいいね、こちらオーストリアにあるシュターケンベルグビール醸造所。あれ、シュターケンベルグビール醸造所、シュターケンベルグの醸造所、こちらは
はい、社長さんのアイディアによって社長さんもあれよ全身でビールを堪能できるビールプールが作られたそうです。ビールプール、わお。ビール醸造所でできたてのでフレッシュなビールを香りよくビールに浸かりながら飲むことができちゃうそうです。おー、そうなんだね。ビールプールいいね。だって飲める、飲める、浸かりながら飲める、作りたて。ちょっと待って、え、でもさ、だって他の人も入ってるんですよね。え、なんか、なんかと、あ、その、これを飲むんじゃない。あ、それを飲むかと思った。ちゃんと蒸気注いでくれるよ。あ、よかったよかった。別ね、別、yeah. 使ってるのと別のビールね。おー、 very good。 私もそこ行きたいね。ということで、ということで、どういうこと？雑学今ね結構押したから、どうだろう、 なんか喋りに夢中になっちゃってさ、あんま押してない気もするんだけど、はい、今の雑学は38匹でした。意外と少なかったね。うん。はい、というわけで一番多かったのは何でしたっけ。ドラえもんだ。ドラえもんの雑学でしたね。あ、でも面白かった、すごい、いろんな雑学があって学びを得ましたね今回。前回もねクイズであれだし、なんかヒースマでどんどん頭が良くなったりねしていけばいいですね。というわけで鳥品屋の泉のコーナーでした。ありがとうございました。お送りしています、阿部久代 with a smile。 スマリスの皆さんからいただいたメールをお時間までご紹介していきます。スマリスネームカツンさんからいただきました。ひーちゃんこんばんは。こんばんは。先日東京ビッグサイトで行われましたコミックマーケット、通称コミケに行ってきました。ひーちゃんも企業ブースで販売されていた引きこもり関連のグッズについて X でポストされていましたが、現地参加したことはありますでしょうか。さてコミケといったらコスプレも同人誌販布と並ぶ一大コンテンツと思っていて、この酷暑の中、劇場版ガンダムシードフリーダムに登場したマイティストライクフリーダムガンダムそのものにコスプレしたモサがいたので、ひーちゃんに紹介したいと思い写真をアップして締めます。暑い日々が続きますが、アルバムの発売およびサイン会の実施楽しみに待っていますと。ありがとうございます。すごい、じゃん、こちらがそのガンダムですね。え、めっちゃクオリティ高くない？何？すごい。しかもだって外だもんね、暑い中。そうで、私はコミケね実は行ったことないんですよまだ。そうでも、いつもやっぱそのツイートとかで結構回ってくるので、毎年それこそコスプレとかもねいろんなの回ってきて、めっちゃ楽しそうと思ってはいるんだけど行ったことはなくて、行ってみたいな、私もコスプレしたいし、なんなら。でもこれすごい、これを実際に着てね、暑い中でもみんなねいっぱいいろんな写真ね撮って楽しむんだもんね、コミケで。わー、いいなー、私もちょっといつか行ってみたいです。あとコスプレってさ、なかなかすることないからさ、なんかやってみたい。でも作るのもさ、私絶対向いてなくて、家庭科とかできないからさ、ミシンとか使えないし。コスプレ、まあ、うわどうしよう。あ、18号いいね。18号もいいし、ブルマブルマもいいな。ピッコロピッコロもういいね。まあ、観光殺法やるんだよねそれで。でもな、大変だよなコスプレ用意して。じゃあヒースマで今度やってください、企画で。コスプレ企画お願いします。
はい、ということで続いてスマリスネームこもれび猫さんからです。ひーちゃんこんばんは。こんばんは。先日関東に住んでいる妹とその息子2人が帰省していました。私は実家住まいなので、お兄ちゃんの方は割とやんちゃで、弟の方は甘え癖と嘘泣き癖がありなかなかくせ者です。実家にいる間は2人ともよく喧嘩して、母である妹に何度も怒られていたので、私としては何か対策はないかと、とりあえずお兄ちゃんの方に力加減をすることを教えました。それでもなかなか喧嘩する日常は変わらないまま、帰省が終わる日を迎えてしまいました。小学生の弟さんがいるひーちゃんに質問です。この年頃の男の子をうまく言うことを聞かせる方法ってありますか？難しいよね、ちっちゃい頃の。しかも男の子2人の兄弟ってだいぶね、なんかやんちゃでね、喧嘩とかするイメージがありますけど、私でもさ、自分の兄弟はその弟2人いるけど、だいぶ年が離れてるから、そう、長男の方はだって私の2個下で、で次男が一番下が、まあ、小学生だから、もうね、ちっちゃいチビが生まれた時には私たちはもうだいぶね中学生とかだったからさ、喧嘩っていう喧嘩はなかったけど、私はしたことあるけどね、一番チビと、チビのお菓子を盗み食いして、私がそう、チビの分のお菓子を食べちゃって、でめっちゃなんか泣いちゃって、怒って泣いて、でマジでごめんっていうマジでごめんっていうのありましたね、前、結構前にね。そう、ひどいお姉ちゃんですねそう、でもなんかお友達がやっぱさ、今年私24になるけど、同級生が子供をね産んだりしてるんですよ、もう。そう、それで、その子は同級生じゃないけど、幼馴染の子とその子のお子さんと3人で夢の国に以前行った時に、ひーさまでもね一回写真あげてるんですけど、その時にもその子がね、まあそんなにやんちゃではないけど、男の子なんだけど、結構その嘘泣き癖それこそあって、なんかもうどう考えても泣いてないじゃんっていう時にも、なんかあーあーってずっと言ってるみたいなのがあって、それで抱っこしてもらうっていう作戦なんですよ、彼のそう、でもなんかね、まあその親じゃないから、まあ親からしたらもうまたって多分思ってたと思うけど、私からしたらほんと可愛いなと思って、めっちゃもう甘えさせてましたけど、でも確かに大変ですよね、ちっちゃい子が、しかも2人もいたらどうすればいいんですかね。私もわかんない私もわかんないけど、うまく言うことを聞かせる方法、なんだろう、なんかお菓子とかあげとけばいいんじゃないですかねそれこそお菓子とか、なんかね、それこそ夢の国に行った時もちょっとぐずっちゃった時とかに、なんか欲しがってるものを即座に買ってあげるっていうことをしてましたねでもそうするとね、甘やかしすぎてね、将来が大変になっちゃうから、ほどほどにね、はい、やるのがいいと思います頑張ってください、世の中のね、お母さんお父さん。はい、ということで続いてスマリスネームマッスンさんからです。ひーちゃんこんばんは。こんばんは。フリップサイド 20th Anniversary Festival 2023 All Phases Assembled ドキュメンタリーオブフリップサイドフェーズ2フェーズ3を見終わったのですが、南條さんの卒業した時の気持ち、ひーちゃんまおまおがボーカルになるに際しての気持ち、そしてこれまでのフリップサイドを見続けてきた佐藤さんの気持ちを知ることができて、うまく言葉にできないのですが、とても心にくるドキュメンタリーだったなと思います。ドキュメンタリーを見ながら、南條さんの卒業ライブの際、南條さんのフリップサイドを見れるのは最後なんだという思いもありながら、もし3期のボーカルの2人が出てきたら全力で応援しよう、これまで奈緒さん、南條さん、佐藤さんが紡いできたフリップサイドをこれからも応援しようと思いながら、ライブに行っていたことを思い返しながら視聴していました。これからライブ本編もペンライトを振りながら視聴しようと思います、と。ありがとうございます。そうですね、リップサイドの20周年フェスのブルーレイが発売して、今頃ね皆さん楽しんでいただいている最中かなというふうに思うんですけど、そうなんです、今回ドキュメンタリー映像がついておりまして、初回限定版かな、
についてるんですけど、こう2期から3期にかけてのこの何ですかね、まあ、バトンタッチというか、そういうところのこう裏側だったり、あと私たちのこう何ですかね、インタビュー映像だったりがすごいたっぷり収録されているものになってるんですけど、なんかね、私もその映像をやっぱ見返してて、なんかあ、そうだよな、この時こういう気持ちだったなとか、なんか自分をなんか映像を見て客観視っていうか、そのなんだろうね、なんかよく4月24日南條さんの卒業ライブのファイナルの時に、まあ、私たち出演させていただいたわけですけど、もう本当に緊張感がすごくて、まあ私出番直前に泣いちゃってるんですけど、なんかいろんな気持ちがあって、それもなんかそれとかをね、すごいまた改めて思い出しちゃって、なんかでも思い出して、なんかこれからさらに頑張ろうっていう気持ちになんか慣れたので、うん、ちょっと皆さんにもね、なんだか感動しちゃうと思うから、その映像を見ると皆さんにもぜひ見てほしいなっていうふうに思います。うん、南條さんのね気持ちも知れるし、私たちのとか、まあ、舞台裏の映像がたっぷり見れるので、皆さん楽しんでください。そしてライブ本編ペンライト振りながら楽しんでください。ありがとうございます。ということで、今回のメールはここまでです。たくさんのお便りをありがとうございました。安倍久よ With a smile。お送りしてまいりました阿部久代ウィザースマイル、あっという間にエンディングの時間です。番組ではスマリスの皆さんからのメールを募集しています。アドレスはすべて小文字で hisayo@joqr.net まで。そして実況など SNS のハッシュタグはひらがなでひーすまでお願いします。さらにひーすまの公式 X もございます。番組アーカイブのお知らせもしておりますので、ぜひフォローしてみてください。では最後にお知らせです。テレビアニメ夜桜さんちの大作戦の第2クールオープニングテーマをフリップサイドフィーチャリング吉野南條として担当させていただいております。シークレットオペレーションシングルも現在発売中です。そして8月28日、フリップサイド20周年フェスのブルーレイが発売されました。ライブ音源の配信もしておりますので、皆様よろしくお願いします。その他イベントもねいっぱい出ますので、詳しくは公式ホームページや公式 X をチェックしてください。よろしくお願いします。というわけで、今回もひすまお送りしてまいりましたが、今日はねいろんなメガネをかけて、これね今日のハイライトでしょ、これこれね、今日もいろんなね何でしたっけ、雑学やってきて、本当にいいヒースマーになったなと思っております。いつもねみんなと一緒に楽しい時間を過ごせて嬉しいよというわけでお別れの時間ですここまでのお相手は阿部久代でした。また来週も笑顔でお会いしましょう。バイバーイ。